頭よ。いやあ、手前沈んだわ。嘘だろ。これは大丈夫でしょう。オッケー、よしよしよし。よしよしよし、完璧だ。オッケー、よし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 。ガチブタとマッシュザルのガチャン。ガチマンセカンド。はい、やっさー。おはようございます。ガチマンセカンド九州編始まりました。ハーブロッタ来たね。無理やりテンション上げてるんですけども、もしかしたらですけども今回の旅でガチマンセカンド終了してしまうかもしれないという危機に迫っております。現在の資金が18万7千円入ってたね、財布に。18万7千円か。あの60万円じゃあったお金が、みるみるなくなって残り18万円と。まだ半分以上残ってるしね。残ってるから、だからもう今回で増やさないと相当まずいことになる。いや、もう終わりだよね。で、一応ルールもちろん書いてありますけども、最初に借りた30万円を返済しなきゃいけないんで。あ、それやばいね。やばいよ。本当にやばいのよ。で、この18万で回り切ったところでどうにもならないんで、どこかで必ず神会っていうのは作らないと絶対にクリアできないっていうところで、九州といえば僕も内藤も得意の情報が詰まっていると。まあそうだね。大村でしょ、うん、で、俺福岡はめちゃくちゃ得意なんで、今日ね一発目福岡に行くんですけども、もうガチマンセカンドの24条の中で僕はもうトップクラスに気合い入れてる情なんで、絶対に何とかして、もう何とかせざるを得ないよね。せざるを得ないっていうところでがっつり調べてきたんで、今日は絶対神会にするわ。で、ちょっと時間が早いんで、これなんかタクシーの運転手さんのおすすめの魚市場とかいうところ、魚市場みたいなところかな、はい、のなんかめっちゃうまい海鮮があるっぽいんで、それで食って気合い入れて、その後に競艇場に向かっていきたいと思います。はいはい、じゃあお願いします。お願いします。この価格でいけるの？やばすぎんか。さあ、来たマグロの釜焼き。さすがの福岡クオリティです。うまそうだね。じゃあ食べてください。よし。見た感じはうまそうに見えるよね。うまいよ。ね。よし、いただきます。うまい。うまい。脂がめっちゃ乗ってる。マジか。うん、おすすめです、皆さん。はい、じゃあ到着して、今もうすぐ1レースの展示が始まるんですけども、今日僕勝負する可能性があるレースを半分ぐらいピックアップしてるんですよ。内藤はどう、勝負レースある？俺は10、11、後半か。この2レースは今日の中ではいい、硬いんじゃないかなと思ってるから、ここで勝負いきたいなとは思ってる。分かりました。ちなみに10、11は俺はピックアップしてないので、うん、まあ、そうだよね、はい、最初の勝負は前半の僕になると思うんで、勝負するタイミング来たら、はい、また取っていきます。はい、お願いします。分かりました、お願いします。では一発目の勝負、福岡2レースここにしました。で、選んだ理由なんですけども、まず1号艇の竹之内選手、印象率 50% しかないというところで船足も良くないんで逆転から買いました。船足が一番いいのが3号艇の船尾選手で、2号艇の川添選手は2コースの平均スタートタイミングがコンマ18と遅いんですよ。なので絞る展開まで見据えて3、4号の1、2、4号で、付け前行った場合は3、2の4号追加購入が3、2と3、4ですね。で、超大穴展開は展開捉えた4号手の差し切り4、2、3の1、2、3、5。はい、まず3、4頭にいきたいと思います。はい、いやー、これ言ってくれたら最高だな。いや、俺絞りまくり言ったらこれ結構熱いよ。
強化点入る、マジで強化点入る、うん、本当にやばい、強化点入る、絞った場合いや強化点来ねえかな、これ絞るよ、スタート絶対いけよ、2より判定心いけ、2より判定心いけ、いったんじゃねえ、いった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 、ほらほら、いったいったいった、ほら絞れ、え、これ絞るやろ、絞れ、絞った、え、絞った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 、いやただあ、いったじゃん、やばいやばい、来た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 、完璧に、うわやばいやばいやばい、予算予算ある予算ある、これはやばいやばいやばい、待って頼む、やばいことないよこれ、頼む、え、完璧じゃん、あ、待って、え、4人もあるでしょ、先前させんな先前させんな先前させんなって、よー頭待て、ナイス、え、待ってやばいか、いや頼むぞ、え、待って、大丈夫、今のままなら大丈夫、え、大丈夫だろう、え、3あるの、このままなら大丈夫、大温泉これ、よし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 、ただ2、3はないからな、マジでそれだけは本当に泣くぞ、え、沈めの月前、予算ならやばいことになるだろう、え、予算やばくね、待って、S31 だけは本当ダメだよ、よしよし、ここで大温泉、34なら大丈夫だろう、追加ポンジャー、ナイス、よし、天才だ、強化トゥインやっぱ来た、強化トゥイン来たね、オッケーオッケー、でも大丈夫、俺オッズ見て10万は絶対超える、あ、マジで、でけー、きたー逆転しろ、え、これ4、3だとんでもないことあるしなって、これ4、3だったら特大だったけど、まあ、全然これでも OK、 完璧な状況、ナイスだ、さすがすぎる、 OK、 何倍だと予想する、俺が買った時は60倍ぐらいだった、マジで12万はある、よし65万ある、おー、でけー、完璧、でけー、とりあえずこれで価値は確定だろ、完璧じゃん、オッケー、払い戻し、取り方、よしよしよし、回ってる、あー回ってる、とりあえずでもまだこれ2レース目だから、俺まだちょっとレース絞っていくわ、いけるところで、一発目からこれってもう今日なんかやばいことになる予感するね、これでもこれ23万でしょ、だからほぼ30万で戻したってことだよ、そういうことだね、旅は続くぞ、えぐいわ、旅は続くぞ、とりあえず広げとくわ、さあ、はい、じゃあ2本目の勝負、福岡の5レース、これしました、展示の映像を切り抜いておいてほしいんですけども、6号艇の藤丸選手が、まあ、いつも通り前付けに来て、展示の進入は1236のダッシュ4号、結構展示の映像を見れば分かると思うんですけど、強気にへさき向けてきてるんですよ、3号艇の三笘選手は過去の走りを見る限り進入抵抗するタイプじゃないので、本番引く可能性もあるかなって思ってます、まず展示通りだった場合、穴は3号艇の三笘選手のまくり、船足一番いいと思ってるんで、3コースからつけ前で行ったパターン、2コースの武井選手と隣の藤丸選手がついてくるパターンですね、326流し追加購入、326の126 26、はい、はい、であとは進入が変わって126345になった場合は角からまくりいくと思うんで、隣の4号をついてきての3145と345の1245、はい、これでいきました、でも特にヤバいのが、まあ、この追加購入ですね、こっち満州なんで来れば20万超えるかなっていうところで、まあ、抑えの方でも31じゃなければ200倍以上ついてたんで20万超えるかなって感じですね、これでいきます、なるほど、じゃあ3頭は固定で勝負していくと、はい、はい、終わりました、お願いします、次は進入から注目だけど、今回の強化ツインパターン言ってていい、うん、3の4稼働これが一番強化っていい、なるほど、じゃあインイロ差し後の進入になった時は激アツと、激アツで、まあ、3コースだったら緑ぐらい、なるほどね、それでも緑なんだ、うん、緑はある、3の足いいと思ってるんで、ゆるくいくなよ、よしよし、今回は離れも正常だから、は待って、3が2コース入ってない、えやばいんだけど、これそれは聞いてないわえ何それ、いやでも行って、じゃあ163になるよ、これは行け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 無理やり行け、3引け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 、いや抵抗
いや2コース入って2の数なんだけど、それは無理だわ。いやーこれのパターンはきついわ。これ何保留？これがやばいな、ちょっと青保留になったな。時間まくりいっちゃえ、だったら。いや時間まくりいったら最高だね。山麓あるもんね。時間まいっちゃえ。いや無理だ。あーえぐいわ。いやこれは無理なんだ。いやこれはね厳しい。正面から読み切れんもん。えぐいなこれ。けど今日はまだ一発目バーで出るから、後半はさっきも言った通り内藤のレースなんで、あと前半どっかもし1本いけるとこがあれば、なんでちょっと精査して入れるとこで入ります。わかりました、はいはい、では僕の最後の勝負ですね。9レース、ここにしました。このレースを選んだ理由なんですけども、まず1号艇の安藤選手、今節のレース見る限り船足が悪いと、インジ実績もイン勝率 50% 以下なんで、ここはやはり崩れるんじゃないかということで、穴から狙ったんですけども、トーチ勝率やはり高いのが3と4なんですよ。トーチ直近5年間の3コース勝利と4コース勝率が共に3割を超えているし、篠原選手出足から出足系統がいいので、これ仕掛ける可能性があるって考えたらやっぱり3、4頭。人気のキロ盲点は2の差し残し。福岡ってセンターのまくりから2がめちゃくちゃ差し残るんで、その展開を狙いました。3人流し資金配分、3人流し資金配分、はい、3、4、5のに資金配分、はい、はい、これが3頭ね。で3回行っての4の差しは4人いさこと4、3、2、この4点だけ。中穴混じってるんで、ここまで点数絞ったんですけども、2万円勝負で1万7000円で残り3000円余ったんで、さらに3、2、4、2、4に追加購入。なるほどね、はい、これできました。なんでもうどこが来てもがっつり回収できるんですけども、特に3人が来たら熱いかなって感じですね。今日カットイン2発目お願いします。任せて、よろしくお願いします。はい、お願いします。ここは俺最後だから、もう。いやでも今日十分仕事してくれたから。いやでも福岡だったら足らん。足らんけ、うん、もう一発、もう一発気持ちよく内藤にバトンタッチしたい。これで攻めろよ、攻めろ篠原。2号艇もある程度行った方がいいのよ。いやスタートはいいよ、大丈夫だろ、いたなこれ。いいぞ、めちゃくちゃいい、大丈夫、これは大丈夫だろう。はい、3がつけまいく。いや、2が握った。いや、マジか。4、4、4、4、うわ、マジか。4になるから3じゃない。いや、でもさ、2が握ったわ、それはきついわ。負けられると思ってブロックした。今のはきつい。言うて、今どれぐらい浮いてんの。7万ちょい。あー、でも結構浮いてるね。自信があるならもちろん行ってもらって OK だし、まあでも明日からもまだ撮影続くから、そうだね、情報選んでいきたいって言うんだったらそこまで突っ込む必要ないし、そこは内藤に任すぞ。了解。はい、あとは内藤に託します。よし。はい、ということで、内藤の本日一発目の勝負なんですけど、当然インから勝負行ったんですけども、これ相手選びが問題だと思っていて、今回は船足と実績と両方天秤にかけた結果、4コースの三笘選手に妙味あるんじゃないかなと。追った時にも20倍切るか切らないかみたいなとこだったんで、14からの356、これ船足一番軽視している白瀬選手だけ切ってます。あとは船足はどうしても池田選手、あとは小野選手もね、天地でかなり気配良かったんで、外枠が絡んできた時の1、5、6、3、4、5、6だけ1000円だけ抑えました。はい、これも十分ついてるんで、だからどこ来てもまあまあそこそこ回収できるかなと。ただ16だけはちょっとまあ 4、5 万回収とかなっちゃうかもしれないですけど、まあ14来た時点で10万コースの回収は硬いかなと。わかりました、はい、お願いします。
強カットインこれどこ？だから センター勢が絞れば強カットイン。なるほど。うん、で4が絞ればキンキン。キンキン。暖かく？暖かくまでにほぼ近いと思う。レバブル？レバブル。結局6の短期か。そういう話ね。セイナちょっとだけ怖いな。まあ、でも1六持ってるから俺。1六あるから別にそう問題ないね。キンキン。うんそれはキンキンになるね。マジか。頼む。さあ。頼む。三笘。うわ、セイナが。セイナやりすぎんな。負けるきんないで。いや、熱いよ。待って、待って、待って。一六して。一六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 。だったら一六にしろ。一六。一六。いやー、やる。いやー、それはやばいわ。マジでやりすぎ。なんぼつくの2万周ぐらいつくの。いや絶対つかないでしょ。ただ6123のが絶対売れてるはずだから4は万つくかもしれんな。いや4は売れてないと思うよ。まず万周だろ。うわマジか。そんなつく。えぐ300つくのこれ。かといって買えねえな。そうなんよ。古澤がやっぱこけるビジョンが見えんかったもんな。まあ次の11頼もう。わかりました。はい、ということで11レース、まあ、今日のおそらく最後の勝負になるかなと、うん、このレースも先ほどの古澤選手の陰線同様今日のレースの中では陰逃げ可能性高いんじゃないかなと思ってた2レースのうちの1つなんで、まあ、さっきの古澤選手ちょっと逃げませんでしたけど、まあ、ここもさすがに、まあ、だからこれも逃げないようだったらちょっと俺もさすがにちょっともう無理かなっていう。いや無理だよね。僕もさ船足的にやっぱ10と11のこの2人は出てるから、うんうん、これも硬いかなと思ってたもん。そうでこれもダメだったらもうさすがにもう無理かなっていうところで、先ほどとちょっと異なる点としては船足の差がインの前田選手以外はそこまで船足差がないんじゃないかなと思ってるレースなんで、オッズがついてるところでなおかつ実績もそこそこあって狙えるんじゃないかなっていう5号艇の塩田選手を軸にしてちょっと勝負しました。大本線は2コースの渡辺選手ね、まあ、スタートも安定してるんで1、2、5、ここが大本線。なるほど、はい、とあとは塩田選手の2着展開、これもねかなりついてたんですよ。5コースから27走して14走が2着とかなり5コースからの実績もある選手なんで、オッズがつくんであれば3着は渡辺選手と松田選手をつけての1523、これはどこが来ても10万以上は絶対回収できる。素晴らしいね。久々にちょっと強気の予想来たね。結構このレースは絞ってもいいレースかなって判断しました。了解。はい、お願いします。準備は整いました。久々にぶちかまさせてくれ。この絞りは相当破壊力あるよ。あなた並みでしょ。まあでも言って 500% だからね。まあどう最低500でしょ。まあ最低ね。不安材料は福岡ってとこだけやね。そうだな。コロスは確かに入りづらいけど、ただ実績を信頼した俺は、うん、50% で来てんだから今まで今まで 50% で来てんだから頼む頼むよ。北斗4がスタートへこんで5が成功でもいいよ。えリンゴ遅れてないこれ。待って本当に頼む本当に頼む。ゴー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 。入れ入れ入れ。わかんないわかんないわかんない。125125最高。125全然ある。待って125あるよ。125にしてくれ頼む。いやわかんないよ。いやあるあるバスあるだろう。頼む。ゴー入ってこい。あるぞ。入ってこい入ってこい入ってこい。あるぞ。塩田塩田入ってこい。塩田。うわ。124か。いやマジか。またやっちゃったよこれ。あーまあでもプラスはプラスだから。124か。まあでも明日以降につながったという意味で、まあそうだね、まあ、今日は一応プラスで真のおかげでね終われたというところで明日以降頼もう。わかった。とりあえず寝よう
長屋ということで、今日のご飯なんですけどもあちらをご覧ください。なんか韓国俳優みたいなめちゃくちゃ似合ってる人いるんだけど、あれ誰？似合いすぎじゃね？似合いすぎっすか？めっちゃ似合ってますよ。あのサバイバルであのクズだった父さんには見えないですね。本当ですか？そうだわ、ちょっとレモン待ってください。あ、ありがとうございます。生をお父さんも飲みますよね。あ、ちょっとまだ早いんで。早いですか？はい、そりゃそうだろ。仕事中だぞ。生になります。はい、生を。生、ありがとうございます。はい、ライト、ありがとうございます。お疲れ。彼女目線で行くわ、今日は。彼女目線で。どんな目線だよ。最高だね。チルトーさんのおかげでサービス出てきたよ、これ。やっぱチルトーさんの力すごいわ。俺何も聞いてないですよ。ちなみに今日何日目ですか？今日2日目です。2日目でこの出来は？2日目でこのサービスか。あ、そうでしょ。このサービスですけど、聞いてないので多分僕の気力が聞かれるだけ。なるほど。気力が聞かれるだけ。早く食え、早く食え。それはすいません。トーさん、いただきます。いただき。すいません、考えますか、ガス系のもの。一回これしようか。一回しようかな。うまっ。うまい。これはレベル高いよ、ね、味ついてるわ。うまい。レベル水高い。うん、これはうまいよ。じゃ彼女目線も取っとかないと。彼女目線ってどんな目線や。彼女目線のさ、ちょっと塩ちょっと。自敗もなかったっけ。お手配が入ったらもう、うん、うまっ、マジでいい、うまい。これはガチの反応のやつだね。父さん、うまいっすわ。落とす、落とす。美味しいでしょ。うまい。全然輝けてねえもんな、俺もう輝き合わせたジジイみたいになってるよ。それは無理だ。41、ワンちゃんの4も絞り、まくり出せ。いや、ある5、あるあるある、これはある。マジ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 、はい、出せ。これはあるよ。